クラウカラはフィンランド・ウーシマー県のヌルミアルビ市内のバルキアルミコ近くにある村。ヌルミアルビ市内で最大の村であり、しばしば別の都市であると間違われる。2010年代にクラウカラの都市圏はヘルシンキ都市圏の一部になった。人口は1万8000人でヌルミアルビで最も人口が増加している地域でもある。 ヌルミアルビの境界村を越えた1960年代から人口が増加し始めた。970年代にはそれまでヌルミアルビで最大であったライヤマキの人口を抜いた。当時、クラウからの人口は2500人を超えていた。最近ではクラウからの人口はウーシマー県の3つの町であるハンコ、カルッキラ、ロビーサのどれよりも多い。特に子連れの家族を引き寄せる。 ヘルシンキ中心部から車で30分の距離がある田舎の村であるクラウからには主にヘルシンキ大都市圏からの移住者が相当いる。不幸にも急速な人口増加が原因となり朝と午後の地域での問題を起こす交通渋滞で悪名高い村となった。2000年代初頭には多くの一戸建て住宅がクラウからに建設されたが 最大で4分の3の新築住宅がアパートやレンムネ式集合住宅、2個建て住宅に変わった。2018年、クラウから2個階建てアパート群として、アズオイナーメジャーベン・クレビーというコネ製のコネレジデンシャルフローソリューションを活用し、スマートフォンが家の鍵としての役割さえ持つ世界初のスマートハウスが建てられた。ウィキメディアコモンズには、 クラウカラに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。